関営加石鉄道製造番号27931号型は1880年に日本で3番目の鉄道として開業した関営加石鉄道で使用されたタンク式蒸気機関車である。なお、この名称は同鉄道では機関車に形式を付与していなかったため便宜的に付与したものである。機関車への番号の付与については 記録がなく、詳細は不明であるが、何らかの方法で、機関車の区別は必要であるため、番号で区別されたと推定されている。1878年、英国シャープ・スチュアート製の車軸配置0から4から、0、整備重量18トン、固定軸鏡1753ミ、mm、リメートル、端式に気筒の飽和式、サドルタンク機関車で、3両が製造された。 この機関車の最大の特徴は、機関が 838mm という特殊な機関であることで、日本国内で同様の例は、関営化前市鉄道廃止後に本形式を譲り受けて、開業したに鉄道があるのみである。サドルタンクは、煙室前端部から、外化室前端にまで達する大きなものであるが、実際に水槽であったのは、全部の4分の3で、 後部の4分の1は工具箱であった。外過室はボイラー部よりも背の高い構造であり、運転台の全部に角型の張り出しがあるが、水槽ではなく単庫であった。運転台後部は端張りに合わせて曲面となっていた。台枠は外側式で、道輪は外部からはほとんど見えない。しかしながら、当初計画の図算さ,さから1882年に、 最高も製鉄所も閉鎖され、鉄道も廃止となった。そのため、鉄道で使用されていた一切の設備は売却された。なお1882年12月13日に第1号が大橋より走行していたところ雪のため速度を超過し、停止ができずに疑いに留置していた車両に衝突。死傷者を出す事故を起こし機関車も破損している一両は、 1883年頃に、官営三池炭鉱に、鉱石運搬車と共に移管された。同炭鉱は1889年に、三井財閥に売却されたため、鉄道施設の一切が、三井鉱山に移った。その後の1891年11月、三池鉄道の改め期に伴い、本機は期間を1067ミリメートルに改造されている。 改造は、車軸を新調し、台枠を外側に広げる形で実施され、従来と同様に、外側台枠式で、日本の 1067mm 機関の蒸気、機関車では、唯一の外側台枠式であった。この改造と同時に、運転台の拡張が行われ、過失部を全部覆う形となり、ン固は背部に移設された。この機関車は、 1946年まで使用され、廃車となった。残りの2両は、機場や、その他の設備一式とともに、藤田電座ブローラに払い下げられ、そのまま、半海鉄道の開業用に転用された。同鉄道は、1885年12月に、部分開業、1888年3月に、全通しているが、ここで使用された機関車は、 番号ならぬ名前を付けられており、製造番号2795は和歌、製造番号2794は吉野と命名されている。この2両は、運転台の形状が若干異なっていたが、おそらく、釜石時代に改造されたものと思われる。阪海鉄道は、1897年に 1067mm 期間に改め期され、 翌1898年に南海鉄道に譲渡され、南海本線の一部となったが、そこで使用される機関車も、南海天下茶屋工場で 838mm 機関から 1067mm 機関に改造されている。改造に際しては、三池鉄道のものと異なり、内側大枠式に改められたが、改造後の大枠と外加室の幅の関係から、 大枠の移設や、車軸の交換だけでなく、内外過失幅の縮小をも伴う大改造であった。また、その際、道輪系も 1067mm に改められている。南海鉄道では4型としたが、その後、形式はそのまま、吉野を14、和歌を15とした。14は、1917年10月に、 博多湾鉄道に譲渡され、その1、後に21となって、1938年に、廃車解体された。一方の15は、1909年に、京阪電気鉄道の建設用に対応され、淀や伏見で使用された。同期は、1916年6月に、倉手京弁鉄道に、譲渡されてに、その後1となり、1951年に、 廃車解体された。同期は、筑砲時代に、水槽の増量を行っており、工具箱となっていた、サドルタンクの後部4分の1を水槽に転用した、ためらしい。本形式は、所有者を転々としたものの、いずれも長命であった。釜石鉄道時代の所言を示す。ありがとうございます。